はあ、今日も一日頑張ったな。楽しみにしていたアイスを食べよっと。今日このアイスを食べるのを楽しみに一日頑張ったんだ。いただきまーす。キュアサマー大変だ。キュアフラミンゴ、今すぐ応援に来てくれ。アイス食べてから行きたいけど、助けが必要みたいだし。そうだ、アイスはここに置いておいて、帰ってきてからゆっくり食べよっと。キュア様、早く早く。わかった。あれ？こんなところに、とっても美味しそうなアイスがあるぞ。ねえねえ。みずこちゃん、アイス美味しそうだね。むん。今日は外も暑いし、こんなところに置いておいたら溶けてしまうよ。溶ける前に食べちゃった方が良さそうだよね。むむ。そうだね。溶けたら食べ物を粗末にすることになっちゃう。よし、みんなで食べよう。美味しそうなアイス、いただきまーす。ペロペロ、むしゃむしゃ。美味しかった。暑い日のアイスって最高だね。うん。夏が来たって感じ。ねえねえねえ。美味しいアイスを食べて、ねずこもご機嫌だね。はあ、大変だった。早く片付いてよかった。って、私のアイスがなくなってる。私の大切な大切な大好きなアイス。ここにちゃんと置いておいたはずなのに。え？あれ、キュアサマーのアイスだったの？今日一日このアイスのために頑張ったんだ、私。私の大大大好きなとっておきのアイスなの。ねえねえ、三人とも私のアイスどこに行っちゃったか知らない？やばいよ。僕たちキュアサマーのアイス食べちゃったよ。どうしよう。ねえねえねえ。大切にしてたアイスみたいだし。僕たちが食べたって知られたら、すごい怒りそうだから、静かに逃げよっか。え、善一くん、今なんて言った？僕たちが食べたって言った？やばい、バレた、逃げよう。もしかして、善一くんとねずこちゃんと炭治郎くん、私のアイスを食べたの？しかもごめんなさいを言わないで逃げるなんて許せないわ。ちょっと三人とも待ちなさいよ。ふぅ、怖い怖い。でも、こんな風に隠れてれば、キュアサマーにきっと見つからないと思うんだ。キュアサマーがあんなに怒るなんてびっくりだよ。ここに隠れてじっとしてよ。みんなも静かにしてね。くんくんくん、甘いアイスの匂いがするな。くん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 。アイスの怒りでキュアサマーのキャラが変わっちゃってる。くん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 、どっちから匂いがするんだ？こっちか？くん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 。あ、よかった。キュアサマーあっちに行ってくれた。見つかっちゃうかと思った。それにしても、匂いでくんくんしながらアイスをかき回るなんて、まるで炭治郎みたい。でも、見つからなくてよかった。見つかった。てるが、善一くん、私のアイス食べたわね。キャー！今のは善一の悲鳴。思わず逃げて隠れちゃったけど、キュアサマーに謝った方がいいと思うんだ。代わりのアイスを買って謝ろうかな。くんくんくん、今度はこっちから甘いアイスの香りがするぞ。誰かが食べたアイスが口の周りについてるのかな？くんくんくん、こっちか。いや、こっちか。あー怖い。キュアサマーが匂いで追いかけてきた。相当怒ってるよね、キュアサマー。謝りたいけど、もうちょっと怒りが収まってからの方がいいかな。もう少し、ここで隠れてよっと。いや、出て、おいで。むむ、むむむむ。ねえ、むむむ。むむむむ。むむむ。ねずこちゃん、最後はあなたの番よ。どこにいるの？アイスの甘い香りがするわね。こっちかしら？いや、こっちか。
違うか。どっちかしら。むむ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 む。ねずこちゃん、見つけた。三人とも、これで反省してくれるといいんだけど。みんなは誰かの食べ物を勝手に間違って食べちゃったら、すぐにごめんねって言おうね。その人がすっごく楽しみにしていた食べ物かもしれないからね。食べ物の恨みは怖いって言うから気をつけてね。暑い夏にアイス、最高だよね。今日は善逸くんやねずこちゃん、炭治郎くんたちに私のアイス食べられちゃったから。今から代わりのアイスを買ってこようっと。じゃ、みんな今日はこれでおしまい。あ、そうそう、私と同じでアイス大好きっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。あ、みんなアイス大好きなんだね。美味しいもんね。私と一緒だ。だんだんと暑くなってくるけど、冷たいアイスを食べたり水分補給をして楽しく夏を過ごしちゃおう。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。この8つの卵のどれか1つだけにおこたまが隠れているよ。どの卵に隠れているかみんなわかるかな。正解は青の隠れ玉の中におしゃけが隠れていたよ。青の隠れ玉を選んだ人、大正解。いいことあるかも。メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけん、パー。メルちゃんが出したのはパー。チョキを出した人が勝ちだよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ M の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると遊ぶ M の楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶ M の動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶ M の他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶ M よろしくメリ。